立憲民主党、長妻晃が安倍首相に暴言連発で大炎上、ぼんやりするな、質疑妨害するな、先日、立憲民主党の長妻晃さんが国会にて安倍首相に対し、暴言を連発しておりました。実際に見ていただきますと。えー、立憲民主党の長妻晃でございます。まずあの申し上げたいのはですね、総理、総理大臣、聞いてますか 総理、ちょっとなんかぼんやりされておられると、これ効率的な議論ができないんで、これあの、やましいところがなければですね、質疑妨害はしないでいただきたい。つまり聞いてないことを長々とですね、他の閣僚も含めて答弁することはやめていただきたい。それと総理がですね、このようになっておりまして、まず、会合一番に安倍首相がぼんやりしていると、印象操作を行い、 さらに、質疑妨害をするなと聞いていないことを長々と話すなと主張したんですが、こちら要するに民主党政権を、民主党を批判するなという意味でございます。長妻昭さんは民主党政権で厚労大臣を務めており、今回の厚生労働省の統計不正に一切気づけませんでした。それをばらされたくない一心で、安倍首相を 政府を牽制するために、こういった発言をされているようなんですけども、長妻さん、ぜひともですね、正直に、今回の統計不正の責任の一端は私にもあると発言をしていただき、これ以上ですね、隠して逃げ続けるようなことをしないように、お願いいたします。以上になります。 ご清聴いただき、ありがとうございました。